銀街道はドイツ観光街道の一つ。ドイツ東部ザックセン州第四の都市、ツビッカウからチェコとの国境をなすエルツ山地を通り、ー都ドレスデンまでの全長約 140km の街道である。エルツ山地は豊富な鉱物資源で知られ、特にこの地域から産出される銀は、鉱山が開発された12世紀末から近代に、至るまでザクセンの繁栄を支え続けた。 また、エルツ山地は木工が盛んな土地でもあり、くるみ割人形をはじめとする木彫工芸品でも名高い。銀街道は単に観光だけを目的としたものではなく、こうした鉱山町をめぐり、エルツ山地の木工文化に触れることで、地域文化に対する理解を深めることを目的とした休暇街道なのである。この街道が銀街道と名付けられたのには、もう一つ理由がある。 それはこの地で誕生したオルガン製作の名工、ジルバーマン兄弟にちなんだものである。兄のアンドレアスは、アルザス地方で活躍したが、弟ゴッドフリートは、兄の下で修行した後作戦に帰り、多くの素晴らしいオルガンを作成した。銀海道は、シューマンの生誕地を出発点に、ジルバーマンオルガンを楽しみながら、世界有数の歌劇場を要するドレスンまでをたどる。 音楽街道でもある。トラバントを製造していた、ザクセンリング・シュネーベルク、聖ボルフガング協会、アンナ・ベルク、聖安年協会アウクスブルク城、中庭フライベルク工業工科大学の実習研究用銀行、アルテ・エリザベス・ドレスデン国立歌劇場。ありがとうございます。